はいさい、ジョンジェ、はい、なんこれアルファ73です。勝った、まあ、いや勝っちゃいました。いくらした？まあカメラの北村の中古で、うん、23ぐらいです。カメラ初心者のジョンジが中古で買った D600 から一気にランクアップで乗り換えしたのがこちら、ドゥーン、アルファ73です。いやー、今もうほんと飛ぶ鳥を落とす勢いで売れに売れてるソニーの最新のミラーレスフルサイズ機ですね。これどうよ、使ってみて。最高っすね。カメラライフ楽しくなったの？楽しくなりました。楽しくなりました。今のシャってのは何？シャは気にしないでください。まあ要は初心者のジョンジがいきなりこんなね、いいフルサイズ買ったわけじゃん。はい。まあどんな感じなのかなって使ってみて、はい、まあ例えば後悔してるのかなとか、はい、なんかもう投げ捨ててしまいたいなと思ってるのかな。そういうね、ネガティブな話をたくさん聞ければいいなと。そうですね、アクティブな話しかないですけど、ね、アクティブな話、はい、あ、じゃあ真面目な話ね、はい、これ買ってみて、はい、ジョンジが素人なりに、はい、あ、買ってよかったって思うポイントをいくつか挙げてほしいのよ。一、はい、つ、はい、背面モニターが綺麗、なるほどね。それは D600 と比べてってこと？まあ、自分が持ってた D600 と比べて、うん、背面モニターがやっぱ綺麗すぎて、うん、楽しい。濡れると濡れますね。ちなみにね、α7R3 の方と比べると背面モニターの画質ってこのぐらい差があるんですよ。だから結構ね、α7R3 使ってる人からしたら α7-3 のこの背面モニターのなんていうのかな、画質の具合ってのは結構ね、ストレスたまる。だけどその前に何の機種使ってたかによってだいぶその印象は変わってくるよね。その2、お、オートフォーカスがもうピピッと合うんですよ、すぐ。確かにね、あのオートフォーカスの性能に関して言えば α7R3 より、これあくまでも俺の体感ね、体感で言うとね、上な気がする。おー、やっぱり、うん、やっぱり上な気がする。こっちの方がね、合うんだよね。同じレンズ使ってても、瞳オートフォーカス使ってみた？まだっす。いや、使わないよ。ガンドンでました。真の力はまだ発揮できてないね。まだっすね。でもそれでも余りあるぐらい AF 性能がいいっていう風にジョンジは感じたってことだよね、はい。これは大きいポイントじゃないですか。本当に大きいっすね。その3、夜撮影するときに、うん、結構ノイズがあんま気にならない。マジでわかる、はい、あのね、高感度撮影強いのよ。あの普通にスナップとか普段使いとして考えるんだったら ISO をね、5000から6000まで常用範囲、暗所での撮影性能がいいんですよ。このあたりはそのこれの上位機種にあたる α7R3 と比べたら圧倒的にね、こっちが有利です。 R3 の方はね、 ISO3200 ぐらいから結構なノイズが出るの。もう嫌だなって思っちゃうね。何回こんなしてこんなしようかと思う。カメラを大事にしましょう。どのよ、はい、小型のくせに、うん、もう性能バッチリじゃないですか。カバンにスッて入って、うん、ご飯食うときにパシャって写したり、うん、遊びに行くときにパシャってやったり、あ、持ち運びが便利っすね。便利ね。ちっちゃい軽いは正義なのよ。ジョンジもそこに魅力を感じてると。魅力っすね。その後ミラーレス一眼のくせに、うん、ダブルスロットなんですよ。こんな小型のくせにこれダブルスロットなんですよ。いや確かにね、これはでかいんですよ。 SD が1枚しか入らない場合ってそれが壊れたら怖いよね。全部データがってなるわけですよね。だからやっと趣味機としても使えるんだけど、プロの現場でも安心して使えるっていう意味では、この前の α7-2 まではシングルだったんだよね、スロットが。だけど今回はデュアルスロットになってるんで、この点はものすごく安心して使えると思います。その6、写真もいい、うん、動画もいい。あー、これもう完璧。よくぞ言ってくれた。僕ね、α7R3 も持ってるんだけど、 α7-3 も買った理由って動画も撮れるからなんですよ。あー、厳密に言うと R3 の方も撮れるよ。だけどこっちの方が絶対に動画には向いてるんですよ。まあその理由を説明してる動画もね、概要欄に貼っとくんで、ぜひそれを見てみてください。サンスタ、動画も撮ってみた？だいぶ、あ、いい感じ。いい感じですね。じゃあ後半で、番組後半でジョンジの撮った動画も流しましょうね。はい、はい、ということでね、ジョンジがいろいろと、このカメラを買ってよかったなと思うポイントを挙げてくれましたけれども、じゃあ分かりやすく点数つけてみようか。そうですね。それではまず写りの方は 9.5。 おお、 9.5、 はい、おこの 0.5 はもうあとは任せます、皆さんに。はい、やっぱ D600 から来たんで、うん、満足っすね。あ、そりゃそうだよね。あれから来たらだいぶ満足するよね。あれからつって大丈夫ですか？公式広報のニコンちゃんに怒られるわ。はい、では次、サイズ感10点。おお、これもね、問答無用ですよね。そうですね。小指あまり気にしてる人は贅沢です。小指は贅沢。それでは次、コスパは
8点。いやお前小指あまりのより贅沢だみたいな。満足はしてるんですけど、安くしてほしいもっと。10はさすがにないだろう。総合評価、次いきましょうかね。総合評価は9点。じゃあそのデメリットが今から見つかるかもしれないからっていうデメリット伸びしろで1点はマイナスにして、それさ今から出るんじゃないかと。なるほど、マイナス5になるかもしれないです。マイナス5に、はい、もうカメラ素人のジョンジがいきなりこのソニーのねミラーレスのフルサイズ機を買って、それで使ってみた、そういう感想だね。はい、うん、あのできればこれはね初心者とか中級者の方にこうためになる動画になってくれればなっていうふうに思いますね。はい、じゃあお待ちかね、素人のジョンジがねこの α7-3 に変えてからどういう写真を一体撮れるようになったのかっていうのをね、皆さんにこうスライドショー形式で見ていただきましょうかね、はい、お願いします。それでは皆さん写真をどうぞ。いい写真撮ってるね、結構ね。ああ、そうだ、なんか本当腕は上がった気するよね。あ、そうですね。うん、あ、いいですか、それ。はい。ぜひね、視聴者さんもジョンジの写真上手くなったなって思った人はね、もうグッドボタンぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次回もお楽しみに。せーの、 See you。 それではおまけで大輔さんの写真も見てみよう。チャンネル。